皆さんこんにちは、永明広報部の吉田です。これからある場所に行きたいと思っているんですが、皆さんはこの銅像を見てここがどこだか分かりますか？最強開運日だそうです。目的の場所に到着しました。こちらです。穴守稲荷神社の魅力を聞いてみたいと思います。昨年4月に境内の整備が完了いたしました。新たに航空稲荷神社というのが新しくできました。伏見稲荷神社さんはですね、モチーフとして千本通り、今回の改修工事に新しく読み直したり、数も増えましたので、お稲荷様らしいスポットとして見てを集めております。最近はですね、御朱印というのが非常に皆さん、ご興味持たれまして、改修工事の募金を募るにあたってですね、ご寄付いただいた方には復刻版の御朱印帳をお渡しするというのをですね、行っておりました。永明グループの安全運行と繁栄、そして動画を視聴している皆さんに幸せが届くように祈願してまいりたいと思います。本日お参りを一緒にしてくださる永明グループ社員の皆さんをご紹介します。では早速参りましょう。何をお願いされましたか？穴守稲荷には訓練施設がありますので、そこでの訓練審査が成功無事していることを報告しました。世の中はコロナや自然災害などありますが、引き続き永明グループ社員全員で安全運行が守れるように祈願いたしました。社員アスリートのお二人にインタビューしてみたいと思います。山下さんは何を祈りされましたか？はい、必勝稲荷ということで、勝ちを一つ一つ積み重ねていって、まずは東京オリンピックの出場権を獲得できるようにお祈りしました。菊池さんはいかがですか？北京オリンピックまで残り1年を切って、私にとってもう今年は勝負の年になるので、努力した分結果に結びつくようにとお祈りしました。コロナ禍で私だけじゃなくて本当に皆さん苦労の年、努力の年になったと思うんですけど、努力した分結果に結びつくと信じて、これからもやっていきたいなというふうに思いました。2021年も安心、あったか、明るく、元気。はい。
カメラマンは小寺と安田でした。